リュウジ役のザ・ランページ岩谷翔吾です。はい、こう、まあ、リズスターダンスアカデミーの、創立者にして、トップアーティストというちょっと自分で言うには恥ずかしい設定なんですけども、本当に子供たちが憧れるカリスマ的なダンサーのポジションとしてキャラクターを務めさせていただきました。僕まだ25歳で、トップダンサーと名乗るには本当におこがましいぐらいまだまだ若者なんですけども、少しでもこうカリスマ性だったりとか、子供たちがこの人だったらついていきたいだったり、この人だったら憧れるなというダンサーになれるように、自分もこの憧れの像をちゃんと具体的に頭に描きながらこの役に向かっていったので、少しでも全国のお子様方の希望や憧れになれるようにという思いのもと、このリュウジをやらせていただきました。カリスマ性を出すために、普段喋る言葉はもっと声が高いんですよなんですけど、ちょっとあの声のトーンを落としてゆっくり喋るように心がけました。あと動作も少なくしました。結構普段はちょこまか動いたりするんですけど、ちょこまかしたらカリスマ感というかどっしりとしたこうリーダー感が出ないので、このどっしり感を出すために動きを少なく、声を低く、口数少なく、自分の思い描くかっこいいリーダーを演じるのに、苦労したので、そういう点も、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。いや本当にみんなポテンシャルがすごいなと思いました。まあ、ダンスはもちろんのことなんですけども、お芝居に関しても回を重ねるごとにみんな本当に表情が良くなっていったりだとか、もう小手先じゃなくこう心から演技をしているっていうのを感じて、本当に子どものこう成長スピードっていうのはすごいんだなというふうに思いましたし、先ほど、リオンと、このリュウジの掛け合いのシーンを撮らせていただいたんですけども、こうリオンがこう感情をねこう爆発させるようなシーンだったんですけども、こうリハーサルの段階では皮がむけきれてなかったんですけども、いざ本番ってなって回を増すごとに本当どん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 とお芝居も良くなっていって、こう演じてる自分もびっくりするほどやっぱり心がすごく伝わってくるものがありまして、まあ、このリズスタリューボルテージが上がっていく感じだったりとか、感情が少しずつこう丸裸になっていく感じじゃないですけども、すごいピュアなまっすぐな気持ちを届けられたので、自分もそれにこうして少しずつ芝居も変わって、まあ、このペースで成長するんだったらこのポテンシャルやばいなっていうふうに素直に感じました。みんな若いってことですね特にびっくりしたのが、まあ、ミュウもう今小学6年生ですね。ですし、あのリオンも中学1年生と聞きまして、身長が大きい本当に大きいです。そして翔太ってもう170超えてるというふうにお聞きしまして、で足のサイズを聞いたら 28.5 と、いやいやと、俺よりでかいやないかいというふうになりまして、もうそこはかなりびっくりしましたね。ですし大人っぽいっていうのが第一印象で、特にこうリオンなんかはその最初年齢を聞いてなかったので、てっきり高校生ぐらいだろうなと思ってたんですけど、それぐらいの落ち着いた感じだったりとか、その大人らしい凛とした佇まいがあったので、すごくその年齢を聞いた時にはもうびっくりしましたし、自分の中学1年生だった頃の自分と比べると本当に自分が恥ずかしくなるぐらいもうしっかりしてて、もう周りのねこう例えば監督にこう言われたことを即座にこう対応できたり、もうすごいなと圧巻の一言でした。はい、撮影の空き時間もあるんですけども、先ほども翔太とリオだったっけな、がなんかこうバーンみたいな関西人のノリをしてバーンみたいなしてるのをやってて、あこういうとこちゃんと等身大の感じなんだなというふうに思いましたね。すごくチームワークも良くて、リズスタ内のすごくみんな、まあ、年齢も少し離れてる部分はあると思うんですけども、年齢の壁を感じさせないぐらいみんな一丸となってこの作品に取り組んでるのを見て、なんか勝手に懐かしさと凄さと、これを頑張って取り組んでいる彼らに、彼女たちに本当にリスペクトの気持ちがいっぱいです。はい、このリズスタをご覧いただいている皆様、本当に僕も小学5年生の頃からダンスを始めまして、
でその時も EXILE というダンスグループに憧れてダンスを始めたんですけども、こう夢を持つことだったりとか、まあ、このダンスを純粋に楽しむということは本当に僕の人生の中で一番心を動かしたものでした。それぐらいそのダンスの力だったりとか、こう夢を持つ力っていうのは生きる上で本当にたくさん大きな力を与えてくれたりとか、前向きな希望を与えてくれるものだと思いますので、少しでもこの作品を見た方々が前向きな気持ちになったりとか、明日から頑張ろうだったり、あ、ダンスって楽しいなっていう気持ちが少しでも皆さんに届けられるように、僕も全力で、この作品に取り組んでいますので、一緒に明るく最高な未来に向かって、この作品とともに一緒に皆さんと歩んでいけたらいいなというふうに思っております。リズスタトップオブアーティスト、パフォーマンスで叶えたい夢がある君を俺は待ってる。テレビ東京系にて4月10日より毎週日曜朝9時15分から放送スタート。見てくれよ。